シムノーダでーす。木村さんで荒汁一丁。これすごいね、こんななってんだ。二人リンリンリン起きれば食うって入りますか。ありがとうございます。それでね、行きましょうか。駅どうしたら去な花テーブル、ここ、これ、こんなとこあるんだ。駅の方これ、え、あ、これすごいね、こんななってんだ。2人、はい、こっちも前の方でお渡しください。写真撮って、2名様お渡しします。すごいですね。はい、ありがとうございます。いや、いろんなものを初めの寿司食べるの初めてなんですよ。え、あ、そう、こまいこだって、こまいこ食べてみようか、ね、うん、マダラのね、あれ、うん、僕は酒醤油が好きなんですね。マダラ、マダラ、いわゆるカンドラ、カナ、赤身、はい、もう、シムノーダでーす。木村さんで荒汁一丁。木村さん、マスク食ってました。いいスタイル、スタイル。知ったんですか。うん、たまたま食べてて、うん、あ、バッチャも行きました。イレブン、イレブンって何だったの、何個取るか分かんないけど、私でよ、私のものだです。狛江の子は軍艦と握りございますが、イルダブル、いや、ここ、美味しくて安いですよ。
これ手伸ばしてこれにしよう、ね、2枚はいとりあえず来たら起こしてリンリンリン起きれば食うってお待たせいたしました、はい、こちらウェルネスランチコースの前菜をお持ちいたしました、はい、こちらワンプレートに6種類の前菜がございまして、はい、こちらポタージュの方から簡単にご説明させていただきます、はい、こちらがマッシュルームの発酵ポタージュでして、中にポルチーニパウダーというものが入っております。でその左お隣がこちらビーツとアボカドのフムスとなっておりまして、その右お隣がカラフルにでもさどうなの？美味しいでもそのまま作ってそこで作ってた。メランダ？もうわかんない。孫は喜んでね。
自分たち天ぷらそばの他に追加でエビ追加してくれやるんだけど、パッと注文しちゃうの、ポッ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 。まあまあ、いったおじいさんにそんな期待されてることあるんだけど。今45日なんでね。45日間で行ってて。いらっしゃい、いいですよ。あ、いいですよ。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。はい。それでね。なったんですよ。すごいそれは。そうですね。宝くじ当たったようなもんだって喜んでるんですよ。だって日本で今度小遣いで買ってますよ。海外にシンガポールでも住んでればそのでも買わない。この人を羨ましがって何か50倍かそれは特別としてもだよ。もう、うん、まあ価値が上がってるわけだよ。10倍やそこらは当然のことね、うん、日本はあまりにもひどいやじゃないかっていう気の話になって、うんうん、それから野党も含めて政治家もさんだと、うん、だけど私はね、それとともに日本人の気質の問題もあるんだよ。僕もそうなんだけど、少ない高いとか少ない年金で生活できることばっかり考えててね、物が上がるって言ってる、その時みんなで、ね、もう物価高騰を叩き、バブルだってみんなで叩いてね、やってきた、もうあれになって、あの、彼の脱却になっちゃう。今話したら、日本これでいいのかと、安全のことはなんとか、この話は一晩ずっと伝わってる。それで、いじめの不況でね、円安になってからどこにも出かけないと、海外に出かけないと、何も行かないと。だから海外に投資しない。それで、一点の期間行ったら海外と死刑されて、だから他の国が、もっと家族で来れるんだよ。誰でも誰でも各国家族で働いて、家族の生活的にその点で、そうするとだけど運行強くしてやんなきゃ。うん、今は60なんですよ。富士村だとか大臣村とか宮前寺村ができて。
るんですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。炭酸ではないですけど、あの食事に合わせやすいジュースっていうのをコンセプトで使われた、ちょっとハーブティーで、より甘くないの、より甘くないのだったら、じゃあちょっとそれで、はい、かしこまりました。他のスパークリングワインください。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。オーガニックのスパークリング、オーガニックのスパークリング、はい、フランスで一番古いって言われているスパークリング。すごいね。なんかもうスパークリング大好きな。ベリーキズですか。いや、すみません。全部であるんですけど、こっちの部屋とこっちとあれと、シェフの奥様のご両親がずっと好きだの稲田のカルパッチョでございます。新鮮な稲田の根にはエシャラットという玉ねぎのようなお野菜を使ったさっぱりとしたソースと、稲田半分以上が甘いのに、北海道にする？いや、でも2月の、どうする？魚料理は、北海道産のタラのパーレでございます。肉厚のタラをふんわり焼き上げまして、上にはエグリムの、
6月のさ、木曜日は毎週さ、八丁堀でランチすればいい。まあ、行かないで。いいよ、そう。うん、いいよ、そういうの。なんか、あるよね、魅力的なところ。どうする？行くでば。木曜日どこ行くね。何で行ったんだっけ？何で行ったんだっけ？あそこ、ここに、ここなんつって。これただの観光でしょ。メインのお料理です。鳥取県大山鶏のガランティーヌという料理です。ガランティーヌというのが中に詰め物をして巻き寿司みたいな筒状にしたお料理をガランティーヌしています。今日は中に鶏のミンチにハーブやスパイスを加えてハンバーグの生地みたいなのを作って、それを鶏のもも肉で巻いて焼き上げております。下のトマトのソースは少しクミンを加えてスパイシーなソースに仕上げておりまして、お野菜の薬のカブやカリフラワー、あとレンコンを固定したことです。何かを作るけど、一番下に日本のコンポートを詰めて、その上にスポンジケーキとハーブルスイカなどのプリンを流しております。上のアイスクリームはキャラメルのアイスクリームと、その上にフリットにしたハーブルスイカ。違ってさ、それこそ怖い。自家製のお茶菓子はカヌレだね、カヌレ。大阪にまた行きたいっていうので、食
べ物がすごく美味しかったです。この話ってそうじゃん。すごいよ、ね。うん、ここでいいじゃん。